はい先生え続きましてなんですがえ最後にですねちょっとお聞きしたいのがですねえまあその横意識ダブルテクニックのですねまあえ今お話し聞いたえ特徴の方あの理解できたんですけれどもえまあ経営的にもですねえ実はあの非常にメリットがあるテクニックだっていうふうにあのお聞きしたんですけれどもその辺りをですねちょっとあのお話の方お聞きしていいですか あのまあ、今の鍼灸の現状を考えますとねあのどっか悪くなったからすぐ鍼灸、まあ、に通い慣れてらっしゃる方はそうではないと思うんですけどまだ鍼灸に通ったことない方とかなじ、はい、みのない方とか、まあ、12回しか鍼灸治療,治療を受けたことない方があのどっか調子悪くなって鍼灸治療っていうのをファーストチョイスに上げるかっていうとちょっと疑問ですよね鍼灸師でありながらそういうふうに思ってるんですよ。はい、だ多くの方が まあ普通に肩が凝ったとか頭が痛いとかっていうことだったらまずは生体治療だったりとかねマッサージであったりとかね、はい、あまあ鍼灸師の立場からするとそれよりも鍼灸の方がいいのにっていうような思いはあるんですけれども、まあ、それはあの受けられる患者さんっていうのは全然そんな関係なくって、はい、まず自分が生きやすいところとかあの受けてもいいかなっていう治療からあのチョイスなさるはずなんで、はい、その考えで言うと、まあ、マッサージがあってまあ 一般的には病院があったりとか接骨院があったりとかで自費の整体院があったりとかでいよいよ効かないから鍼灸に来られる方が多いと思ですよはい、はい、そこのやっぱりハードルを下げてあげるということが手技治療を入れる一つの大きな経営的なメリットだと思います。なるほど。じゃあ結局その、まあ、要するに集客の部分に関しても非常にまあその武器になるといいますかと、うんね、いうことですね。 他にその何か、えー、まあ特徴と言いますか、まあ、メリットですね経営的なメリットっていうの,は何か、はい、あのががこれが治療のメリットになったりとかもちろん経営のメリットにもなりますよね、はい、治るから患者さんが来てくださるとか良、はい、くなるからまたリピーターになったりとか再来院になったりするわけですから、はい、そういう治療の効果からつながる経営のメリットっていうこととあとまあ 針して整体してっていう風にやるとまあ、時間的なメリットですよね。うん、はい、例えば針治療で230分あの手技治療を強制で230分でやるとやっぱり。まあ45分とか。はい、まあそれぐらい小1時間とかかかっちゃうのが、はい、両方一遍にやればね。まあ、半分もしくは半分よりもちょっとぐらいの時間で、えー、治療時間と収めることができるようになると思うので、1>, はい、1時間で。 1>, 1人しか見れてなかった先生がもしかしたら1.5人見れるとかね2人見れるようになるかもしれないし、はい、でそういうメリットも非常に大きいと思います。はい、あということはもうそれだけその、まあ、短い時間の中でそうですねいろんな患者さんをこう見ていけるということですね。 なるほど。ということはそのままとめますと、そのまず集客の部分でまあメリットがあるっていう部分と、あとまあその時間ですね。まあ例えばその一時間で考えた場合に、まあ今までだったら三十分三十分で二人の患者さんを見られてたのが、まあその合わせ技のそのテクニックを導入することによって、まあもう一人とかもしくはもう二人ぐらいを十ると思いますよ。でっていうことですよね。なるほど、よくわかりました。はい、先生本日はどうも。 いえ、ありがとうございました。ありがとうございました。